定義日南サイクリングです。今日は県大会に来ています。天気はいいんですけど風が強いです。目標は完走ですけれども、他の人の戦いを楽しみたいと思ってます。よかったらご覧ください。自転車競技場コンディションはこんな感じです。行ってきます。延岡市で出走しております。さあ、タイム計測まもなく開始をしまして、さあ残り 100m。 何でしたっけ。頑張ってよ。先ほど終了いたしました。タイム15秒266、15秒226です。さあ現在8のタイムアタック。さあ毎年このスプリントにかけている、今年はちょっと怪我があったようで、フェイスブックでは弱気な発言をしてましたが、ここはゴール。さあ午後になりまして、競輪予選1組目、出走しました。選手の紹介をいたします。1番白キャップ。さあ間もなくバイクの誘導が抜けまして、各選手どういった駆け引きで臨んでくるのか。さあスルスルと2番くんが上がってきまして、ここの駆けどころを伺っている。さあまずは3番目には入りたいところでありますが、さあ駆けどころ2番、まずがしびれを切らしましてアタック。続くのは4番、番手に回ったくんと続いて上位3名、これは濃厚か。さあ最後は君が大外まくり1着、1着4番2着、142で決勝。先ほど終了いたしましたスプリント決勝、結果をお知らせします。タイム12秒537、12秒537です。さあ一般の部門2本目に差し掛かっております。1本目が取りまして、 2回戦も私が取れば優勝となります。頑張っ。
も選手抜かせるか。さあぐいぐい詰めていってるが、伸びろ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 逃げ切った模様。さあ、まもなく号砲が鳴りまして、正式スタート。1番、スプリント勝ち上がっております。それいけ！さあ、後ろから行くのかと見せかけて、さあ、子供たちの温かい声援も。これは第1回目のポイント。さあ、後方確認して、佐藤選手どうする？逃げるのか。一旦ペースを緩めて、もう一回行くのか。そこをすかさず選手がまずは取りに行くのか。さあ、後方選手も一気に来る。これは1回目のポイントどうなる。さあ、選手もまくってきて、まず1回目のポイントは選手が取ってくる模様。さあ、すぐにマークに入りたいところ。さあ、3番選手4番選手は置いてかれた。さあ、1回目のポイント通過。6番5番1番4番ポイント周回が近づくと、これは形勢も入るので若干ペースが上がらない。ここは選手チャンス。ここはチャンス。前がちょっと若干形勢気味。さあ、選手地獄の準周回、周回を下ろされないように。ああ、下ろされるんだ。さあ、2回目のポイントがこの選手が取れるか。さあ、でも後ろから来たのは渋野選手。これまた同じ6、5、1となりそう。さあ、ここで渋野選手一気に、これは1、水槽2。さあ、3回目のポイントはこれも、に追いつくこと、協力して追いつくことが、最後は売店ですのでチャンスも巡ってくる。ゴールしまして5点を獲得した模様。2着2位争いも面白くなってくる。今の選手が取った。これは選手は全て1着。さあ、残りジャンプ選手残り1周、全て1着取れるか。次取ればに。次取ればに。さあ、これちょっと形勢入ったが、そこをすかさず選手いった。選手これは離されるが、2着争いもこれ非常に面白い。さあ、1着はもう選手。さあ、1着でゴールしてもらう。フィニッシュ。やられました。